あいにくの雨となったホークス宮崎キャンプ第2クール初日、プロ2年目の野村勇選手は第1クールに引き続き城島アドバイザーと早朝練習を行います。その中で城島さんがバッティングピッチャーを務めていたのですが、ご覧ください、座ったまま投げています。城島さんといえば、強肩で知られた現役時代、なんと座ったまま盗塁を刺したことがあるんです。そんなことを思い出すワンシーンでした。室内でも肌寒く感じる中、全体練習では栗原副キャプテンが去年手術をした左膝を気にしながら打撃練習、日によって調子が変わるそうです。こちらは楽しそうな雰囲気の柳田キャプテンと期待の新戦力近藤選手、お互いのバットを交換して感触を確かめるなどリラックスした様子を見せていました。そして今日は新加入の守護神候補オスナ投手の誕生日。ハッピーバースデー。 Thank you。 ロッテでプレーした去年は29試合で防御率 0.91 の剛腕がいつブルペンに入るのか注目です。そのオスナ投手を含めた中継ぎの枠を争う甲斐野投手はブルペンでストレートを中心に33球を投げ込みました。競争がすごいっていうのはもう誰が見ても分かることなんですけど、やっぱそこで何て言うんですかね、気負いしすぎも良くないですし、ダメだというふうに思うのも良くないので、こんなすごいメンバーの中で野球できてるんだっていうふうなことをもう一度また改めて感じて、自分自身もしっかり見つめてやっていきたいなというふうに思ってますんで。今シーズンから先発に挑戦する藤井投手は居残りで投球練習。キャッチャーミットを持ってボールを受けているのは斉藤和美コーチです。かつて鷹の絶対的エースとして活躍した斉藤コーチが後輩を熱心に指導していました。